物語第219回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「いかめぼう」「妙運の処罰に裁下が下された総意を剥ぎ名も藤井松江という俗人に返し伊豆へ入る」と線を発せられたのである。 それは清盛が引参した翌日であった。彼とのご対岸を避けられたのはもちろん法王のご意志である。そのお気持ちがまた明雲の初段へもこういうご反発となって現れたものと言えなくはない。前例のない天台雑の追放はその月23日と聞こえた。巷またはしきりに物騒がしい。三門の大衆が怒っている。 再び、冷え三王の信与が都を揺り返すことだろう。今日は来よう、明日は来るぞ、と言い合うのである。しかも、因は強行であった。宝珠寺殿の門前には、北面の武者どもをして異議を晴らせ、二十三日には、警備石の兵員を残らず繰り出して路肥を守らせた。 そして、おったての肝心たち、十数機が、物々しげに一切兄にの別所へ臨み、早、押したくあれ、と促した。明雲は、甲染の衣を着、泣く泣く裸馬の背に乗せられた。すでに、雑誌でもない、大僧城でもない、俗人、藤井松江として送られていた。 道々には彼の弟子、上野人々が運休し,して目を潤ませ合唱して見送った。この朝、永山の雲も初夏の垂直もいとど静かで何らの乱気も見えなかった。ところが、東坂本の十善寺権限の前では前夜から数千の大衆が群がり、豪々と戦技に熱していたらしい。 赤月と共にもうそこには山胞子一人いなかったが、死が、唐崎の湖畔には、続々とどこへかさしていく宗兵の大群が見えるし、山瀬の古城にも弓、薙刀の光を積んだ大将の船が、何十層となく遊力していた。いや、いやあ、あれは驚いたのは、明雲五層の人数である。すわ三門湖にも、九ヶ里も あなすさまじい、相当の陣。こう待ち構えられては、何丁これ式の人数で敵対できよ。ちょうど、石山村国分寺の近くまで来た時であった。妙運をそこへ置き捨てて、追ったての役人らがまず逃げ腰を浮かせ、警護の兵も下もべも我れがちにどこかへ姿を消してしまった。とてもはひと戦、と彼らの抵抗を予期していた大主は、 見よ、いや、ひついずに逃げうせたわ。映画の栄光、神仏のご加護、明らか明らか、らかと誇りあった。そして傍然と立ち残っていた妙運のそばへ腰を寄せて、口々に、いで、とうとう、これに召されそうらえ、と進めあった。妙運は仰天して、なじか、直感の身がと恐れ驚き、 罪の無実は、見仏も生乱があること。戦時に背けば求めて財下を犯すものとなろう。衆都の奉仕は嬉しく思うが、夢乱暴な諸行は控えよう。妙運身はこのまま、伊豆へ流されてこそ本望なるに、と言葉を尽くし、双眼には涙を浮かべ、大衆を悟した。 この行動が反逆となることは知れきっている。さればこそ、野来から従前次権言,言の広前では、一段の長老、一段の同種学生が論戦に火花を散らしたのだ。三門の名文と法刀の不可侵権を明らかにするためには、三千の生命も何かあらんと、声声に山小玉を轟かせ、自然今に近い集団の心理がこうなってきたのである。 南城、今となってここをこれまで駆け参りながら、雑の恩味一つをここに残して立ち去りましょうよ。妙運の悟す言葉にも泣き、自分自身の激烈な脈拍にも泣く大主であった。利比はもう論外である。こうなると巨大な殺気を持つ群衆は、感傷的な一個のダダッコと変わりはない。<laughs> 何を泣く何をさは泣くのだ俺はおかしいすると、大衆の中で突然、こう大声で笑ったものがある。誰かと、人々が目をそばだてあっていると、大なぎなたを小脇に、のそのそと辺りのものをかき分けて、妙運の前へ出てきたものがある。大衆は口々に言い騒いだ。はっイカメ棒よイカメ棒だ斎藤のあジャリ勇慶が弟子のイカメ棒。 あのイカメボウがまた何を言う気か。山法師の仲間では誰知らぬものもない名物男らしい。イカメボウという愛称かあだ名かがあるほどなので、元より長老でもないし総合でもない。まだ若い二十六七歳と見える六方衆の一人である。大衆三千の中にもおのずから異界がある。 雑を最高に、谷谷の後期や純を統治する役職の長老たちを三号という。その下に学章がある。学旅ともいい純僧旅である。同種は即僧兵であった。 日頃は長老や学寮に使われている下法師に過ぎないが、年齢層は若く腕力に富み、そして地方の荘園から来ている宗帝とか、世間を食い詰めたブライの戸田の強盗、殺人の善科者など、雑多な人種が込み入っているので、山の信仰勢力といえば実はこの同種だと言ってよい。また同種は近年における乱世の産物であったとも言えよう。 その動詞の中でも特に優れた武芸や腕力を持ち、断る時に三門中道の守りに立つ僧兵を六方者と呼んでいる。ブッダの十二神将になぞらえたものか、陰の北面などに習ってそう呼ぶのか由来はよくわからない。が、とにかくイカメ坊はその六方者の一人だった。なるほど、身の丈高く、威力も人一,一倍強そうである。 加藤した五条のけさを両の肩先で開き、方への下に大荒めの鎧をのぞかせている。手にはなぎなた、足だもわらじも履いていない、はだしである。それでいて、ほかのほうしたちよりもはるかに背は高く見えた。ざすいかめボは加藤の内から二つの目を怒らせて、妙運をにらみつけた。日頃は 一段の大徳とあがめておるが、こうなるとあなたも世間知らずの凡人。この後になって何を子供のようなダダをこねめさるか。まるで頭から小言である。妙運はあっけに取られた。また六方ものいかめ棒と知って震えが出た。さあ、猶うよはならん。ごてごて押されずに腰へお乗りなさい。なぎなたの石づきで腰の長屋を叩きながらせき立てた。 けれどなお、妙運がためらっていると、イカメモは声を荒らげた。永山の小猿もこれを聞くと小杖を鳴らして逃げるという名物の大声である。まだお分かりないのかそもそも伝教大使この方55世。雑誌がオンルになるなどという法等の異変はまだ聞いた試しもない もし、雑たる大徳にしてさえ、流刑に値するような罪人なりとせば、なんでのりの道を解いて修行に臨めようかその元にある我ら法師とて、何面目をもって人に会えようまたなんと恩情寺などの物笑いも目に見えるようだしかず、因然に背き立てまするも命を捨てて法座を守らんにはと、各申し合わせてきつるのを、 この三千の弟子を、露房に捨てごと出したもをお心にや妙雲は差しうつむいた。そして、甲染めの衣の袖で涙を拭った。面倒と、イカメ坊はなぎなたをからりと地に捨てたと思うと、穴弱いわしい。そんなお心でこそ、こういう目にはいたのだれゆうやいな、まるで竹かごでも置き直すように、妙雲の体を抱いて腰の上に乗せてしまった。 そして、なぎなたを息きえに持ち、腰の長いに肩を入れ、おいともわら後ろをずげと怒鳴った。腰は四天八人してかぐ。それへ、わっと何十人も寄りたかった。急げ見やまえまるで真っ黒な一陣の竜巻のように、見る間にそれは東坂本のふもとの肩へ引き上げていった。差しも探しき、あずま坂。 平地を行くがごとくなりとは古典平家物語の描写である。短い章句のうちに大衆の清いを厄女と描き出している。陰々と金はなる、なり続ける。指名がたけの山の日だ谷の保どんな木陰に住むよろ帽子でも、この鐘が鳴れば入道場をついて集まらなければならない。 ついに、陰影の敵対行動を正面にとって、妙運の実を山へ奪い返してきた大主は、腰を大行動の庭へ下ろして、さて、どうする、と、また戦義であった。何かにつけ三文戦義はよく行われるが、帰するところ、圧倒的な数と若さを持つ同主にいつも牛耳られていた。 分別のある長老、学問に専念する真面目な学生などの言は耳もかされなかった。まして事態がこうなり、大衆そのものが資料ではなく、感情の怒涛となっている家中で、下手な口出しなどすれば袋叩きにされてしまう。しかし、さすが陰然にこうしたとなると、これは興奮だけではごまかせない。朝敵という自意識が、実は彼の頭にもこびりついていた。 今にもあれ院の打ってが宮間へ向けられんも測りがたい船尾はよいか大法師らは大行道の回廊から外人へ向かってわめいていた。色なし色なし遠くから答えてくる。すでに根本中道を真ん中に、あらゆる道には船尾を構えているものらしい。その中での船尾だった。一人が大声で言う。各、 雑は奪い立てつってきたが、ひとたび直感をこむられた御るの人を一山の関数に仰ぐのはどうであろうかこの儀はいかにするとまた叫ぶものがあった。何を馬鹿なもとより因前は無視したことではないが宗都三千の関数として、知恵高く徳重く、世をかろしめざる我が妙運大僧乗をなれと仰げばこそ命をかけてこれを迎え参らせたものを、 もっとももっともと、大勢の雷動がしきりである。叫ぶ者は調子に乗って、罪なく罪をこうぐりたもうこと、三上の怒り楽中の不満、目にも見たまえ、明らかなことだ。この上にもなお因然をはばかりなどしていたら、幸福寺、恩情寺などのあざけりにもなろうず。また我ら警察の務めをなす友柄も、何のための今日の振る舞いか、わけもわからぬことになろう。 あくまで昨日のごとく、明雲大相乗をもって我らのカンスと仰ぐべきと思うと演説した。異議なし申し上もっともそうなしそうなしこういう声はすべて動詞の中から湧いている。れはしげになりゆきを眺めていた長老たちは、それのやや沈まるのを待って、大衆へ力のない声で測った。じゃが。 万一陰の戦向けとなってもそれと戦う気か深山を朝敵としても大事ないか矛盾が起こる割り切れない妙な眉目が大衆の表に漂う国家鎮護の深山朝廷の御機会という基盤と名分を持つ宝刀の手前にである鳴る舞がの おかしいぞよ。もしさもあらんには、陰兵家ひいては、南東恩城寺までの兵という兵を一手に受けて、あたら英山は孤立せねばならんがのう。十分な分別である。大衆は沈黙した。するしかなかった。すると、さっきのイカメ棒がまたぬっくと腰掛けていた石から突ったってこう言った。いやあ。 そのこと構えてお案じあるな。一人の雑を生かすために三千の鋼を積んで何かせん。ぐよ、ぐよ。そんな戦はするに及ばん。戦うなかれ、戦うなかれ。いかめも、それだけではわからん。所存な、所存な猛せ、いかめも。同志たちは口々に突っかかった。まあ、落ち着け。 いかめぼうは、大なぎなたを左の手に持ち帰って、あいた方の手を大勢の上へあげた。せんずるところ、いの御心とてなんで流血の三を好まれようや。すでに我らは義を立て、宝刀に守るところある説を示した。いのお顔も少し立ててやったらよい。どう立てるこのいかめぼうが、いへまかろう。 市長の肝心を追い、流刑の雑を途上にて奪い参らせたる長本人は、各有斎藤のアジャに有慶が弟子武蔵坊弁刑にて騒老と名乗って出る。おおおのしかかそうだ弁刑こそ先の豪奏を受けしかけ、また雑大奪の長本人なりと唱え、 この身一つ金獄るざい,いかようにもなしたまえと、因のも門へ自首して出よう。もし弁慶、神戸をはねられたりと聞こえなば、あわれともばらよ。いかめ坊が父母のために一時、念仏でも唱えてたまえ。いかめ坊にも父母はあったはず、彼が人に初めて父母を口にしたのを見ても、死を期していったものに違いない。 坊は言い終わると大な,ぎなたを片手に卒然と鳴いているそれを見て大主も皆鳴いた次回は「弁慶下山記」です。 よろしければ、いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は、画面右下のザのマークからどうぞ。